アベマプレミアム会員ならどこよりも早く K1 大阪大会が見れる。さらに安保 VS 山崎戦を木村実が解説するアベマプレミアム限定コンテンツも。3分3ラウンド。さあクラッシュ8メインイベントです。後楽園ホール70キロ級の戦い延長1ラウンド。左側が健太、右側が那代。さあ中村さん、非常に興味深いメインイベントになりましたね。そうですね、那代選手は前回の試合で山内雄太郎選手を左ハイキック一撃で KO して、すごく存在感をアピールした選手で、はい、逆に健太選手も K1 にはまだ出場経験がないんですけども、この階級の日本のトップの選手としてずっと活躍している選手なので、はい、どっちがこの70キロで生き残っていけるのかっていう、そういうサバイバルマッチになったと思いますね。NJKF のスーパーウェルター級王者が青いグローブ黒いトランクスの健太です。23歳。まず自分の位置を取りたいようですね、はい、そこに左の蹴りから右のパンチ那代。本当にこう健太選手はアグレッシブで、パンチと蹴りのスピードの速い選手なので、はい、この K1 ルールでそれがどれだけ出せるのかというのも見たいところですね。あ、そうですね、はい、でアウェイでの戦いももうほとんど初めてだということですね。そうですね、はい、右のローキック。まずこの出だしサウスポースタイルは那代。おお、バックスピンキック、あそこまで届いた。これはどうだ。今スリップになりましたけど、あのバックキックちょっと効いたんじゃないですかね。そのように見えましたね、これがあるんですね那代。そうですね、那代選手はお兄さんがボクシングの元世界チャンピオンの那代信夫選手なので、はい、そのパンチの方にどうしてもこう目がいってしまいがちなんですけど、この多彩な蹴り技っていうのが一つ武器なんですよね。まさにその今も左ストレート、はい、蹴り技ですよね。前回の戦い完全にあれでまた改めて自信をつけました。今も右の縦蹴りサイド蹴り、ね、はい、サイドギミックがこうえぐるような蹴りですよね。しかもまたその蹴り方がこう空手仕込みでちょっと独特なんですよね、はい、あれが前回の山内戦でも中村さん印象的だったんですけれども、はい、非常に見えづらいという。そうですね、キックボクシングでよく言われるこう左右の攻撃じゃなくて左左っていう順手の攻撃で、はい、こういうテクニックを持ってる選手は怖いですよね。そうですね、上で手を見せて、はい、それで左ハイキックっていう、はい、右ハイキックが健太。逆に健太選手はこうちゃんとガードしてオーソドックスに右の蹴りで攻撃を組み立てていくのがいいと思いますね、はい、それがそのまま自分のいつもの戦い方ということですね。でデータでいきますと身長差が6センチあります。おー、なるほど、やはり健太はそこもありますよね、はい、なんかこう試合見るとそこまでまだ感じないですよね、はい、一旦離れてもう一度、おお、左のミドルキックから左膝。今のはあれじゃないですか、三日月蹴りじゃないですか、いわゆる、はいはい、中足という部分ですか。そうですね、ミドルと前蹴りのこう間の軌道で蹴る、はい、こういうところもなんか空手のエッセンスを感じますよね。で元々はその蹴り技は得意だったそうですね、はい、パンチでの KO 勝利が印象深かったんですけれども、 K1 でのキャリア那代です。第1ラウンド終了。健太の方はこれが27戦目、ここまで17勝を挙げています。那代の方は K1 ルールでこれが5戦目、3勝を挙げているんですが、ともに悔しい黒星一つずつカウントされているのが、そうですね、長嶋ジエオツ選手なんですよね、はい、なんかそういう巡り合わせの2人が試合するっていうのもなんか不思議ですよね、さらに言うなら2人とも、おお、これもバックスピンキックを追いかけていく、2人とも山内雄太郎選手に勝っています。あ、なるほど、そうですね、そう考えるとなんか70キロは本当にこう分かんないですね、誰がどこでどう勝ってるのか、ね、はい、チャンスはあります。もちろんこのリングにもたくさんそれが転がっていますからね、
左ミドルをカットして落とした健太、パンチに出てきます。だいぶ体もがっしりしていますね健太は、はい、それに対して右で探るか、赤いグローブ那城。1分が経過しました。第2ラウンド、ちょっと健太選手は今のパンチ当たったんじゃないですかね。捉えましたかね、はい、うん、左を見せるようにしてきます。ここもバックスピンキック、後ろ回し蹴りは那城、右ロー、あれがしなりますね、はい、このコツコツ当てているあのパンチとローがちょっと那城選手の体力を削っていってるんじゃないですかね。今までの戦い、 K1 での戦い、那城はとても余裕がなくてパンチで倒してきた、得意の蹴りが出せなかったとコメントしました。山内戦ではそれが出せた、これで本来の蹴りを出すことができると那城。しかし健太はもちろん難敵です。 NGAKF スーパーウェルター級の王者、クラッシュ初参戦。左の蹴り、この辺りで中村さん、やはりどうにかしたいんでしょうね。そうです、見合い、ちょっと健太選手の方が徐々に徐々に自分の形にはめつつあるんじゃないですかね、はあはあ、あの一連のローキックから右の攻撃、そうですね、あのそのビッグヒットではないんですけど、ああやってコツ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 攻撃を当てていくことによって、それが自分のリズムにもなっていきますからね、はい、で結果最後にビッグヒットとなるのが健太の戦いぶりと、はい、ここもガードから入っていく。今回は多少リスクを背負ってでも前に前に出なければいけませんね、クラッシュとはそういうリングですと理解していました健太。さあ残り時間10秒を切っています。第2ラウンド、那城が左のもものあたりへのローキック、パンチを返す健太、最後にまとめるか、ちょっと友達になりましたね、来ましたね、那城どうだ、両方のグローブを拳に突き上げました健太。で長い試合はもちろん何度も経験しています健太。あー、これ第3ラウンド最終ラウンドともう完全に先手を取ってやろうという那城でしたね。そうですね、やっぱりあの2ラウンドの展開っていうのは自分の頭の中に残ってると思うので、はい、ここはちょっと何か、リズムを変えて自分の試合にしなきゃいけないところだと思いますね。かかと落としにもそれが現れたんじゃないですか、はい、さらにスピードアップから右、今の右フックは捉えましたね、はい、捉えましたね、どうだ、腰が落ちかけた健太、さらに右、ダウンではない、しかし有効打でしたね。そうですね、右のフックから一気に形勢が変わりましたね、この一打があった。那城のパンチ、そしてまたこの蹴り、そしてあの右フックの後の左のストレートのフォローも良かったですね、これがまっすぐ伸びるんで、はい、今度はこっちを起点にまた攻撃組み立てていけば、はい、ダウンだったら倒せる攻撃になると思いますね。軌道が、はい、見られなかったんですよね、左ハイ、山内戦を彷彿させるような蹴り、ここも前に出る、お互い出ます。中村さん、今これ、はい、距離の取り合いなんじゃないですか。そうですね、もうお互いちょっと打ち合える距離にいるんで、ここは我慢どころとプラス勝負どころですね、はい、そうですね、さらに大事な時間がやってきました、ね、青健太、赤那城、健太選手はこのままずっとローを蹴り続ける方がいいですよ、このまま、はい、一層これガードを厳しくしましたね健太、はい、右ハイ、もう一回、これガードしてないところに蹴ったんで効いてると思うんですけどね、でも下がりません、はい、いやー、那城も去るもの、ボディフックから右アッパー、体が流れた健太、ちょっとパンチが効いてるのは、はい、健太選手の方ですね、那城選手攻撃の方が当たってますね、今も細かくいきましたよね、はい、左ハイキック、外からのパンチ、健太左、いや右だ、テンプルを捉えた、立てないか健太、執念の右フックですね今のは、あそこで、はい、いやまだできる外健太です、あと40秒あります、那城がダウンを奪いました、右ハイ、あ
カンタ選手はここ一気にいかなきゃダメですよ。これバックスピンキック、巻き込むように放っていきます。さらに細かいパンチからですね、リセットするようにナシロ。あ、でもナシロ選手も守らないですね。ただただひたすら前進です。右アッパーで、ケンタがこれまた返します。はい、大歓声の中残り10秒、ケンタ前に出る、ナシロさらに左、ここで試合終了、タイムアップです。よしと右の握り拳、今最後にブランと振るったのがナシロ。いやー、中村さん、だいぶ見応えがありましたね。そうですね、ここで右フックでカウント取るとは思わなかったですね、はい、本当にこうなんか攻められて苦しい時間もあったと思うんですけど、はい、それでもやっぱり攻め続けた、気持ちがコートダウンにつながったんじゃないですかね。さあ判定決着です。ジャッジ松本29対28、赤那代、1人目那代、ジャッジのうち29対28、赤那代、2人目も同様、三者とも那代を支持しています。ケンタを下しました那代雄二。もっともっと強くなります。